どうも、影庵です。おはようございます。今日は2021年、4月9日金曜日、金曜日の朝ですね。すごい快晴、透き通るような青ですね。すごくいい感じの、朝、空ですけども、今日は金曜日なんで、普通の方は普通の方ですか、そのお勤めの方は土日が休みやと、今日が1週間の最後ですね。一番こう気分的に楽になる日なんでしょうね。で、僕は、今日が1週間のスタートということで、金曜日はこう、まあ、気持ち新たにこう行くっていう感じですね。昨日はまあ休みでですね、こうゆっくりとこう、ゆっくりはしてなかったんですけどね、結構いろいろ動いてたんですけども、まあ休日ということで、まあ今日はぐっすり寝て、で、バッチリ目覚めてっていう感じの朝でしたね。いい感じでした。で、これ、山中ですね。山中、光がこれ当たってるの分かりますかね。これ、光がいい感じで当たってます。また場所を変えてるんで、これはね、父親が場所を変えてくれてるんでしょうね。日が当たるようにこうしてくれています。だから下にこうプランターがあるんですけども、ここに何もまだ植えてないんですが、その上にしてこう光が当たりやすくこうしているという、ちょっとまあ、軽い工夫ですね。軽い工夫をしてくれているというところで、順調に育っていってくださいということです。以上です。ありがとうございます。